これで巻き虫。まず構えます。で、まず誘って相手の攻撃を一回払って。もう一度誘って相手が戻っているので、ここで相手の虫になって、しっかりこちらに入っていくんです。当て身を入れて相手を崩します。で、崩したら相手の腕が伸びている状態になっていますので、相手の腕の状態が伸びているのを確認して、巻き抜きます。で、裏手に、シュート。で、反抗するなら、この上段を回し。というわけです。ありがとう。